2ちゃんではよく異世界に行ったという話が投下される。今回のスレのその中の一つだ。しかし、どこから異世界に行ったかを詳細に画像付きで語り、なおかつ不可解な終わり方をしている。これが釣りかどうかぜひ最後まで見て判断してほしい。だったら、勝ちダメしてないし、亀だけど、良ければ。あと、この話は全てノンフィクションです。信じられない内容だと思いますが信じていただける方のみ、聞いてください。仕方ない聞いてやろう。ありがとうございます。とりあえずスペ。11、男、メガネ、至って凡人。俺の学校は、校庭に行くまでの道に花壇があるんだ。その花壇の横にはなんかよくわからない木が生えてて、その木の世話やりが俺の当番なんだけど、その木の周りに近づくと異様にクラクラする。立ってられないレベルなんで、とりあえず人を呼ぼうと花壇の道まで行ったんだ。そしたら急に気分が治って、ああなんだ気のせいか。って思った。で水やりしようと戻ったらまたクラクラするんだ。なんでだろう、くらいの気持ちでなんとか水やりを終えた。一応保健室に行こうと思い、花壇の道に行くとクラクラはなくなる。でもまあ、気にしなくていいやと思って、保健室に行った。先生は特に異常はないから心配ないって言ってた。でも一応帰れって言われたから帰った。そしてまた次の日、朝、水やりをしに行くと、またクラクラする。昨日より断然強い。立ちくらみってなんか白いモヤモヤが見えるじゃん。あれが見えた。イッチが目にした何か。これは一体何なのだろうか。京都の話に似てるな。ゲラゲラ医者の話とかな。そうそれ。マンションのやつだろ。なんですか？それ。ここから PSP なんでさらに遅くなるかも。すいません。気長にお待ちいただけると幸いです。ああ、寝不足か。と思いながらその場に座り込んだ。その日の前日は寝てなかった。それで白いモヤモヤが視界全体に広がった。でもすぐにモヤモヤは消えてなくなった。でなんか気がついたら気分は悪くなくなっていた。今から考えたら地面が異様に黒かった気もする。なんか変な雰囲気だった。朝練をしている野球部の声もサッカー部の声も変な言葉にしか聞こえなかった。本ハーブやみたいなの。ああまだ気分治ってないんかな、と思って教室に行った。でも、おかしかった。何がって、文字が。本来そこには学校目標が書かれているはずなのに、そこに書いてあるのは、ただの文字列。少なくとも俺には理解できなかった。生地に、まいさ、みたいなの、あんまり覚えてない。正直ビビった。何が起こったかわからんかった。他のクラスも見てみるけど、クラス番号以外文字が気持ち悪い。理解できないし、読めない。ただ、そこが自分のクラスであることに安心したのは覚えてる。その時点で気が狂いそうだった。でも、みんなが登校してきたら、何かがわかると思った。だから、待った。8時20分くらいになると、そこそこ仲のいい友達が来た。俺は、なあ、この文字読める？意味わからへん。って聞いてみた。何かわかる気がした。でも、そいつは、フラタス？みたいなことを言った。それで気づいた。俺は、おかしくなったんだって。奇妙だと感じた周囲の変化。しかし、変化したのは自分の方だった。言葉はわからんでも、惹かれたのはわかった。俺の言葉が通じないのも。そいつはふにゃふにゃ言ってる。けど、俺が理解できるものはなかった。異世界は本当にあるんだろうか。ゲラゲラ医者の話だといつかこっちの世界へ攻めてくるらしいが。イッチは京都在住？兵庫。ゲラゲラ医者の世界とはなんか違う気がする。次第に人が増えてくるが、俺はみんなの話が全くわからなかった。俺はもう我慢ができなくて、大好きな保健室の先生のところに行った。理解してくれなかった。俺も理解できなかった。悲しかったし、ショックを受けた。俺は学校から逃げた。家に行きたかった。走る元気もなかったし、下を向いて歩いた。何より、おかしいのは学校だけだって思いたかった。でも違った、看板らしきものが目に入った。アクア？泣きそうになった。確かになんか違う。違う点。ゲラゲラ医者の話にはパーセントとかの記号が出てこなかった。異人と呼ばれる種族がいない、かっこかどうかはまだわかんないけど、自分の知ってる人がそのままいる。ってことかな。違う異次元か？文字は結構適当です。が、記号はあった。と思います。っていうか泣いた。泣きながら帰った。通行人に見られた。めっちゃ見られた。家に帰った。やっぱり、文字は変だった。とりあえず、病院に行こうと思った。保健所と診察券、お金、カッコらしきものを探し出して、砂利に乗って病院に向かった。
まだ開いてなかったっぽいんで、緊急病棟があった場所に行った。昔から通院してるんで、俺のこと知ってる人がいるんじゃないかと期待した。が、期待は裏切られた。俺は覚えている。しかし。怖い。まあ、できすぎだと思うけど、写真とかないの？すいません。そんな余裕なかったです。こんな状態で冷静になるのは難しい。保健所と診察券を見せてみてもらいに来たことを身振り手振りで示した。それでも分かってもらえなかったから、診察を受けに来ましたって言ってみた。やはり、意味はなかった。持っていた紙にペンで書いてみたけどそれも同じく意味はなかった。ああ、根本的に違うんだなって思った。俺は必死に話をしてみた。半分分かってたけど通じない。しばらくしたらなんか受付さんが電話を始めた。不安になりながらも椅子に座ってしばらく待った。そしたら受付さんに呼ばれた。奥に行くと警察というか警備員というかなんか警察っぽい人がいた。なんかすごい安心した。きっと警察ならなんとかしてくれるって勝手に期待してた。俺は病院の確かカウンセラールームに入れられた。警察二人と看護婦さん一人男の白衣着た人が二人も一緒にいた。まあ病院側としては精神異常を疑うよな。俺の前に白衣の男の人、かっこいいかえー、が座ってなんかむにゃむにゃ言ってた。俺はわからないから首を振ったりかしげたりしていた。A はなんかを聞くたびにニヤニヤして何やらメモを取っていた。しばらく質問が続き、最後に A が、ふっと笑って立ち上がった。すると、もう一人、かっこいいか B、が座って写真を見せてきた。よくわからんのもあったけど、東京タワーとか姫路城もあった。ゲラゲラ呼んできた。何これ怖い。すごい気になる。その人は積み木をやらせたり、パズルをやらせたり、木の絵を描かせたりした。そして、また写真を見せてきた。今度は食べ物だった。唐揚げとか天丼とか知ってるものもあったし、爆弾みたいなのもあった。そういうのを見せられるたびに反応をするようにしてみた。するとそのたびにその人もメモを取っていた。そしてまた B も立ち上がり A と一緒に出て行った。その時部屋には警察二人と女の人、俺な。次は女の人が座った。その写真を見てたらお腹が減っていたことに気づいた。何時だろうと時計を見るけど、やっぱり読めない。俺は何とかしてお腹が減ったことに気づいてもらおうとした。お腹を押さえたり、水を飲む演技をしたり。結局お箸でご飯をかっこむふりで気づいてもらえた。女の人は携帯でどこかに電話をかけてご飯を持ってきてくれるように指し示してくれた。かっこ多分。病院側の不可思議な対応。すべてが不気味である。ゲラゲラで言ってたじゃん。こっちに来ようとしてるって。繋がってきてんだおきっと、そう考えると経験者が出てくるのも納得できない。ゲラゲラ医者呼んできた。話の中に出てくる、読めない日本語ってやつ。俺が夢の中でよく見る言語にうり二つで寒気がした。何か関連があるのだろうか。詳しく。あまり書くほどのことはないのだけど、よく夢の中の世界に、ライヘムテイメ、チメボリクミジオ、みたいな文章が出てくるんだよ。かっここの文は今適当に作った文だけど、雰囲気的にはこんな感じの文。日本語使ってるんだけど、全く意味が通らない。ゲラゲラ医者に出てきた文字とすげえ似てると思った。哲学ニュースのコメント欄に面白いレスがあった。308、名もなき哲学者。うんたって出雲のことだよ。出雲族となら以前の京都人は同じ民族。あ、びっくりマーク。い、あの、この、ふ、出ない、た、複数、や、だ。赤詰める湯ひ柿の里、ここ、柿の里町内で反体制活動するな。鉄下の夢は大井節ら問うと、鉄下の今度注目すべきはくすぶら問うと問う。花屋はやははい、花屋はここだはは。いい目だ、これ注目これ。こんな意味になるのかな。2012年6月24日17時53分。コピペだけど。言語があまりにも異質。明らかに現実世界ではない。これ面白いな。最近よく聞く話。中には釣りもあるよな実際。関西で多い理由は結局のところ91で解決してるのではないかと。平行世界でも自分化が異なってる。出雲族が多い理由なん？奴ら時空を渡る民族なん？いや、一つの仮説と思っていただいて。平行世界で向こう側で、旧西日本の言葉が現代の公用語となっていっても不思議ではないということね。それが関西で迷い込むのが多い理由にはならないんじゃないの？でも首都が関西になってて、そこの研究機関で異界にわたる技術開発中で、そのせいで近隣にスポットできまくってる、そんな感じってこと？ジョン・タイター覚えてる？彼の世界では西日本に岡京、かっこふざけた名前だけど、が新しい国として誕生してる。そこまで話を広げていいのかはわからないけどさ。そういう因果もあるのでは？と。
2036年からやってきたと自称する男、ジョン・タイター。もしかして、ここは未来なのだろうか。迷い込んだ異世界の関西の様相をいろいろ考察してみるのはいいんだけど、なぜ関西で迷い込むパターンが多いのか、それとの因果がようわからん。ああ、最後に。270。恐れすすまん。俺なりにいろんな可能性を探ってみたんだ。平行世界と実世界間の移動が同座標間のみということ。技術不足。異座標間移動も可能だが、静岡異星に用があるということ。本質的に東は不必要。それならば西日本でのみ同様の事象が起こったとしても不思議ではないと思う。ただこれはあくまでジョン・タイターのいた世界とイッチが言った世界が同様ならね。イッチ、またいつか話が聞きたいわ。お疲れ。皆さんおはようございます。おはよう。続き書きます。女の人が電話してからしばらくしたら天ぷらうどんが出てきた。それは写真のやつだった。とりあえずいただきますをして、食べた。そっちに行ってから、初めての食べ物だったし。温かくてなんか、安心した。うどんを食べ終わって、器が引かれていった。それで警察に連れられて部屋を出た。でパトカーに乗って移動させられた。パトカーはこっちと変わりなかったよ。しばらく車に乗っていたら疲れていたのもあってすごく眠くなった。寝ないように我慢したけど寝ていたみたい。気がついたらでっかいビルみたいなのの前だった。そこの一部屋に入れられた。監獄というか、捕まった人が入る部屋みたいなとこ。で、みんな出て行ったから部屋にあったソファーに腰掛けた。そこにあったのは、トイレっぽいもの、簡易ベッドというかソファーだけしかなかった。部屋の四隅には監視カメラらしきものが置いてあった。急に一人にされて不安だったしやることもないので横になった。母親のことや、好きな人のことを考えたら、泣きそうになった。明らかに異なる環境世界。戻る術はあるのだろうか。俺はまた寝た。状況を整理するとかできずに、ただ帰れなかったらどうしよう。とかしか考えてなかったと思う。目が覚めた。その部屋は窓も何にもなかったからどれだけ寝たのか、今は何時なのか全くわからない。でも、お腹の減り具合から結構寝てたことはわかった。でも、どうしようもなかったからまたベッドに戻った。やっぱり元の世界のことを考えると悲しくなって、号泣した。こんなところで死にたくない、お母さんに会いたい、好きな人に思いを伝えたい、とか。そんなことばっかり考えては泣いてた。どれくらいの時間が経っただろう。ドアが開いた。A だった。俺は A に連れられて他の部屋に入った。そこには丸い筒の中に入っていくやつがあった。MRI? 的なやつ。見たことあるけどやったことはなかった。それから何されるかは分かったので、抵抗はしなかった。俺は変な台に乗せられて筒に入れられた。書くの遅いな。ゲラゲラ読みながら書いてるのか?すいません。ビータです。ゲラゲラはまだ読んでないです。すいません。ご飯食べてきてもいいですか?あと洗濯も。早めに終わったらゲラゲラも読んできます。通過いつの出来事なの?世界に戻ってき。6月の後半だった気がす。方法は不明だが、イッチは戻ってくることに成功している。その方法はどのようなものなのだろうか。ゲラゲラ。これですよ。少年もいないしゲラゲラさんもいなけど。こっちの言葉がわかる人もいたし。おばあさんもいたし、ほとんどのことが一緒です。この人に会いたい。やばいやばい。マジかよ。あえ?すごいすごいすごい。どうやってこっちの世界に戻ってきたの?向こうの世界の学校まで連れてきてもらって頭叩かれた気がする。もう終わってもいいのかな?ちゃんと戻ってくるとこまで書いてよ。MRI の後の話は?ゆっくりでいいから詳しくお願い。続き。激痛が続いた後、気を失ったらしい。気がついたらベッドの上にいた。もうその時には痛くはなくなってた。ベッドを降りて監視カメラとか、トイレとかドアとか、いろいろ見て回った。そしたら、ドアに下敷きみたいなのが挟まってて、そこにも意味わからない文字がたくさん書いてあった。けど、その中に俺の名前、出身地、年齢、体重、身長が書いてあった。ここに来てから多分初めての読める文字だった。よくわからないけど、少し落ち着くことができた。俺はこれが何なのか考えてみた。自分の情報だけはわかる不思議。意味のわからない文字にはどんな意味があるのだろうか。これが地味に気になるな。これ以前に別に自分で名前とかは書いたりしてないの?装置に入った時に元いた時空軸スキャンされたんかな。はい。あっちの世界で書いたことはないはず。あるとしたら受付さんか保健室の先生に筆談しようとしただけです。結局何かはわからなかったけど、カルテだと思うことにした。しかし、それ以外には何も変わったことはなくてベッドに戻った。
しばらくしたらまたドアが開いて、次はプールみたいなとこに連れて行かれた。正直泳ぐのは嫌いだから泳ぎたくないとか思ってたけど、どうやら泳ぐわけじゃなかった。水の中には顎がめっちゃ長くて尖ってる鯉みたいな魚がいた。また吐く息した人が出てきて、その魚に餌をやった。虫っぽかった。そしてその魚を網ですくって俺に見せた。意味がわからんかったから、首をかしげた。白衣はうなずいていた。白衣はどっかに行ってしまった。警察はいつも俺の斜め後ろにいた。一体世界で何が起こってるというのか。怖すぎる。同じ兵庫だし。宿題しながらノロノロ書いてくよ。警察が俺の肩をぐいっと掴んでポッケに入れてた下敷きを取った。せっかく手に入れた唯一の理解できるものだったから取られて悔しかった。警察は下敷きを白衣に渡して俺を部屋に連れて行った。で、多分4日くらい放置だったと思う。ご飯はちゃんとあったけどね。昔から何かしとかないともぞもぞする人なんで、部屋中を歩き回ったり、筋トレしたり泣いたり壁を叩いたり色々してた。気が狂いそうなくらい長く感じた。である日突然ドアが開いたんだよ。スーツを着た、いかにもサラリーマンって感じの人が立ってた。何やらふにゃふにゃ言ってついてこいっていう素振りをした。俺はまた何かあるのかと思ってついて行った。何せ何の刺激もない生活だったから新しいことがあると期待した。しばらく歩いて、ビルから出た。黒い長い車が止まってた。スーツさんは運転席、俺は助手席に座った。その人はこと、ば、覚えて、ま、す、か、みたいな感じでこっちの言葉を喋った。はーいみたいな言葉しか出えへんかった。あとはゲラゲラさんと同じ。元の世界に返します。ってのともうくんなってのを言ってた。異世界体験談で帰る際に出会う謎の人物。この体験でも帰るためのキーマンだった。でも、追われてるっては聞かへんかったし、話すなとも言われへんかった。でも、存在が確定するようなことは言うなってだからこのスレは釣りね。あと、スーツさんはあっちの世界に行ってから帰れへんかった人らしい。あっちの世界には自分がいるねんって会ってみたかった気もする。この辺りもゲラゲラの人と共通しとるな。でも人に話してもいいって言ってたよ。ゲラゲラの人の方が怖いわ。耳とか大丈夫だし。ゲラゲラの人も要はこういうことを言われてたんだろう。あと中学生に対して難しい知識は披露してないと思うし。てかおばあさん出てきたっけ？あ、おばあさん書き忘れてた。車に乗る前におばあさんがビルから出てきて拝む？というか手を合わせられた。気に関係ある人なのかな？こっちの世界の気の言われは何か聞いてない？特に聞いてないと思います。忘れているだけかもしれませんが。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。皆さんもクラクラしたら気をつけてくださいね。質問等、ありましたら答えますよ。そして無事に戻ってきたイッチ。この体験は一体何だったのだろうか。iPad みたいなのはあった？全部、かっこ少なくとも俺が見た限り、紙に書いてありました。写真も紙というか写真用紙でしたし。またチロッとずれてる別世界なのかもな。でも本当によく似てるね。てか同じ異世界にしても施設が違うせいもあるんかな。変な魚見せられたのは多分水辺にも異界ゲートがあって、候補の一つだったんだろう。なるほど。つまり泳いでいたら異世界に行ったっていうスレが立つんですね。こっちの世界の家に戻った時の親の反応は？そうだ。タイムパラドックス？だっけ。あっちの世界では何日脳も経ってるのに、こっちでは朝日の前で倒れていたそうです。学校名を晒してくれ。晒すぐらいなら問題ないだろ。その中学にはまだ通ってるの？はい、現在中2です。学校名晒すと特定されかねないんで、すいません。兵庫県の神戸の近くの市です。うわぁ、うちの近くじゃん。本気で怖くなってきた。もういいや、西宮です。大丈夫だ。西宮は広い。それだけでは特定されない。この後も一致には様々な質問が寄せられ続ける。近くに社大ないかい？寺院仏閣なんでもいい。神社ならいくつか。映画化決定。てか、これじゃ物語になってないからならないかな。でも、こういう話はオカルトより精神医学方面じゃないのかね。物証がないから。俺の気がおかしかったってだけかもしれませんしね。ゲラゲラの方は中庭にはもう近づくなって言われてたんだが、イッチはもうその木の周りには近づかない方がいいんじゃないの。一応それから近づいていません。木の大きさ、幹の太さってどのくらい？割と年代経ってない木っぽいけど。っていうか草花ならまだしも木の世話ってさせられるもんだっけ？つか、木の種類は？幹の太さはわからんけどそんなに大きくない。
周りに茂みあるからそれと一緒に水やりしてる。イッチが異世界に行った原因、木に近づいたことが関係しているようだ。なるほど。写真撮ってきましょうか。撮ってきてみて。わかりました。少し時間をくださいね。人いなくなりましたかね。勉強してきます。残ってたら覗きに来るので質問等あれば書き込んどいてくだしゃ。釣りなのかそうじゃないのかはっきりさせてほしい。釣りだけど釣りじゃないです。ゲラゲラの人の異世界から戻った時期が今年の2月なんだけど、6月の書き込みも増えてるのはそれがトリガーになってるせいかもな。多分集合意識的に認知されるとゲートがクリアに繋がりやすくなるんだと思う。クラクラしたり機械使われたりで脳に影がありそうだし。じゃあゲラゲラの人が書き込んでなかったら、俺は連れて行かれなかったかもしれないんですか？この体験はゲラゲラの話が関係している。異世界は感染するのかもしれない。見なきゃよかった。そう思えば思うほど、行ってしまいそうだ。ゲラゲラとなんか関係あるとしたらなんか怖いな。ゲラゲラを起点としての派生体験、みたいな感じだと、ふたすれ思い出すな。ふたすれ懐かしす。コーヒー飲みながら読んでたよ。ただいま、ウクロダ頼みます。ID だけ。ID プラスクラクラの木。木だけ。木だけ、に。今日はクラクラしないの？はい。そんなに近づいてませんし、学校の外から撮りましたから。つか、今でも近づくとクラクラするのかな？近づくの怖いです。かなり若い木だな。2本ある？結構何本かありますよ。ふーん、ゲラゲラもそうだけど異世界に行って帰ってきた人ってのは総じて物証がないよね。逆に言うとそれが戻ってくるための条件なのかな。異世界の写真も何もないから半信半疑だよな。こういった不思議体験は証明するのは難しい。証拠を揃えようがないことが問題である。あっちでの証拠とか持って帰れる余裕ないですよ。焦ってパニックって、病院行ったら自由に行動できませんし。ああ悪い。別に責めてるわけじゃないんだ。ただ信じてくれってわけでもないんだろ。とても面白かったよ。まあ信じられませんよね。たった今気づいた。兵庫県ってさ、スプリング8とか K とかあるよな。まさか。いや、まさかな。まさか異世界に関係する場所なのか。あるけど、西宮から離れているじゃん。でも関西ってくくりだと超近いじゃん。スプリング8とか K とかって何ですか？ K はスーパーコンピューター。すごいでかいよ。K まで計算できるんですか？名称の由来は、計算速度が毎秒1K 回だから。何それ気持ち悪い。症状が失語症に似ている。異世界に行ったのなら問題ないけど、病気が原因だとしたら命に関わる。念のため脳神経外科へ行って MRI 取っておいで。異世界に行ったことはカットして、めまいがして倒れた後、一時的に文字が読めなくなりました。今は大丈夫、って言えば OK。すみませんがもうあれには入りたくないです。異世界の正体、脳内世界の可能性も否定できない。ところで、あっちの世界の人がこっちに来ることはないの？わからないです。でもゲラゲラさんの方では攻めてくるって書いてありましてけど。あ、魚ってあれだ、アロワナだっけアイワナだっけ、そんな感じのやつだ。お金なかったからお茶漬けにしてます。ごちそうさま。つかこのスレ需要あるの？なんかこのスレ読んでたらめまいみたいな感じになって吐き気してきた。大丈夫か俺。行ってらっしゃい、かっこいい世界に。異世界への鍵は異世界スレそのものか。だとしたら伝染するということだ。クラクラの木にもっかいと釣ってみる？スーツさんの忠告無視して。絶対嫌です。あそこはもう見たくないです。下敷きみたいな名前の書いてあったやつの大きさってどのぐらい？普通の下敷きの半分よりちょっと大きめくらいだった気がします。わからないです。すげえ、俺もそんな世界行ってみて。勝手にまとめると、異世界は、空の色が違う。言葉が通じない。こっちと似てるけど少し違う。あと何かな？物証や自分で体験してみないと信じられない話。でも正直そんな体験をしてみたいとは思わないし。一致みたいな偶然で、しかも相当テンパっている状況で物証だとかそんなことを言うのも酷だしな。それにしても一致は中学生っていうか子供なのに、その世界の奴らが全然子供扱いしていないことにちょっと驚くよ。帰ってこれてよかったな、本当によかったな。昼寝してた。おはようみんな。でもゲラゲラさんよりはマシな扱いだと思う。面白い話だ。これが本当なら俺にも機会があるかもな。関西だし。
その白衣の絵ってどんな顔してた？似てる有名人とかいる？稲妻イレブンの五条さんとハリセンボンの春風？痩せてる方を足して割るにした感じ。空の色に変わったところはなかったの？土がやたら黒いのは覚えてます。お前らのレス見てたけど大丈夫かよ。言っとくけど煽ってないからな、病院行ってこいよ。異世界体験をしていなければただの精神異常にしか思えない。名前は全部漢字？うん、漢字4文字。そっちの世界の君はどうしたんだろう。どうしたんだろう。学校行ったのに会わなかったな。すごい興味あるんだけど、なんで天才禁止って言わないの？ただアフィがネタでっち上げてるだけなんでしょ。コテ取り付けとくね。兵庫県、西宮、写真で特定できると思うんだけどな。突してもいいのよ。あと、アフィって何ですか？アフィというのは基本的に2ちゃんまとめブログを指す。空はどんな色をしていたか覚えてる？空気に匂いはあった？空気匂いはありましたが、言葉にできない独特の匂いです。もう落としてもらって構いません。だいぶ前にこのスレは釣り目って言ってたのに気づいてもらえなかったな。釣りってことにするとは言ったけどな。便乗って感じがするな。釣りであって釣りではない。この一致の言葉はとても引っかかる。一致の異世界体験談。それは真実だったのか。信じる信じないはここの判断である。最後までご視聴ありがとうございました。異世界に行ったきっかけの話はいかがでしたでしょうか？自分もこんな体験をした聞いたなどのご意見、感想などありましたら、ぜひコメントをいただけると嬉しいです。それとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。